じゃあ最初の曲はそっちはオーライ、はい、こっちはオッケー、準備はいいか、イエーイ。Yeah.
人祭りということで、新人です、はい。まあ、あの一部では旧人なんですけど、なんかネアンデルタールみたいな感じで、ね、新人というのはクロマニオンですね。結構なんかネアンデルタールっぽい感じ。新人祭りなんでクロマニオンですね。なんか音がこれ出たり出なかったりするんだよね。あ、おい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 船方さん、イエーイイエーイイエーイ、イエーイイエーイ、どうしたんだこれ、ごめん、ワン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 、出たり出なかったりするね。まあでもそんなことは、あ、気にしないで、気にしないで、まあいいか、これかな、あ、違うか、まあいいか、わ、これとかいくら上げても音出ないしな。 OK、それではこの野田様とはですね、スクールオブロックじゃなくてろくでなしという店で出会いまして、あ、これは運命かなと思いまして、クロマニアンとネアンデルタールがこう出会って新しい文明を築こうみたいな。お待ちしておりました、お待ちしておりました皆さん。いや、綺麗どころ満載、素晴らしい、やったー、いいとこに来たー。なるほど、テンション上がってきましたね。テンション上がってきました。急にやる気、やる気倍、やる気3倍ぐらい。現金ですね、おまけに僕の真ん前で今日はサービスしますから。じゃあもうどんどん、もう空いてるところはみんな、空いてるところは作業さんの席ですから、これからもついてたからちょっと本格的に。
に僕の方に持ってきたらどうかな。ワンツーワンワンワワワン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 。それではですね、
僕はあの昔あのレコードを出したことがありまして、あの朝日ソノラマから嘘です、知らないですね、朝日ソノラマなんて、ね、そのシートっていう、そのシートです、そのシートってのがあったのは赤かったり青かったりしてね、透明でビラビラで向こうが見えるんですよ、これね、フロックですか、え、すげえ、フロックですか、フロックじゃない、ちゃんと雑誌で少年サンデーとかで通信販売ってね売ってたんですよ、教材4枚で200円とか言って、でこっちが青でこっちが赤でこうやると立体的に見えるんです、嘘です、でなんかグラマラスな女性をこうやって見るとすごい立体的に見えてドキドキしたりして、嘘です、そんなシート欲しいねえ、はい、朝日ソノラマの再発ね、どうですか、マサドジャーナルで朝日ソノラマ、朝日ソノラマをどうするんですか、そのシート買い取るんです、そうです、買わけわかんない、それでですね、あの何で話したんだっけ、何ですか、あ、レコードを出したって話ですね、そのレコードを出して、あの昔平凡出版っていうのがありましてですね、知らないですよね、若い女性の人はねでもトロさん知ってる、平凡って、そうそう、平凡パンツっていうのがありましたね、嘘です、平凡パンツ、あ、この人エッチなのにウケる、あ、そうだな、下ネタ系 OK、 あ、ドキドキしてきた、まーちゃんあの、あ、平凡、平凡で、あの二等賞を取った曲をやります、光、光です、
はちょっと売れ筋でね、売れるかなと思ったんですが、あのソロで、ソロでしかレコード出してくれなかったんですけどね、あの キャニオンの人が来て、あのチャーの2番煎じをやらないかって言って、さすがにそうは言わないんですけど、なんかちょっとチャーっぽいから売れんじゃねえかと思ったんですね、あのキャニオンの、キャニオンだったかな、なんかチャーの歌。でもソロじゃなんだか僕はちょっとこの片貝くんがいないと自信がなかったんでお断りしました。もったいないことしました。であとでポリドールであのこれはシングル出したかったんですけどもね、平凡さんの方があの著作権持ってんでこれはシングルに出せませんって言われて、まあ人生はそういうもんですね。まあさっきもなんかあのこの人が人生のチューニングが狂ってきたとかね、この時もちょっと0.1フラットぐらい狂いましたけど、でもね、あのそれでいいんですよ、狂ったんじゃないそれ、ね、ブルーノート、ブルーノートなんでもないなんでもないです。ブルーノートらしい何。じゃあ次はですね、あ、僕もいろいろ無理に話を詰めますけど、その死にたくなったこともあります。あの同期の人がみんな売れて私だけ売れなくて、あの時ソロでやってれば今頃はちゃ悔しいみたいな、クソちゃんみたいな人を呪ってですね、自分が悪いの。でなんか最近自殺者がですね3万人から5万人になったとか言ったら、やっぱり原発爆発してからなんか異常な状態になってるみたいで、ね、放射能のせいだか希望をなくしたんだか、放射能ですか、放射能死にたくなるんですかね。ね、そうかもしれないです。でなんか一部の人はすごいなんかこう色欲が燃えたぎってですね、やっぱりこう命があのもうすぐ終わるかもしれないからいっぱい子孫を残そうというこの無意識の動物本能がこう爆発してるのかなんかいろいろそうなんじゃねえかなって言ってる人がいまして、どうでしょう専門家の龍一さんの感じ。まあそういう曲です。グッバイソーラー。
チェルノブイリの20倍だか広島の20倍だかなんか拡散してるとかなんかね、広島じゃないですか、広島ですかね、チェルノブイリは本当にシャルなんです、シャルなんですねやばいです、なんで死にたくなってもね、私たちは仲間がいるんで、エルトポスじゃなくて何でしたっけエルドラドンじゃないし、エルピカーノ、エルピカーノ、ピカドンじゃないよ、なんだっけ、エルトピ、エルトピ、エルトピート、エルトピートだよ、終わりはいはいはい、we'll be right back.
康二、もう想像に任せます。ニョダポンタ、ああいいですね。ニョダポン吉、ああなんでもいいです。なんでもいいですね。その辺で。ニョダおにょうやじ。なんていうの、お父さん、なんて言うんだよ。親父って。自分で言わないの。親父って言ってんの。ほらなんか操作する。保安員みたいに操作する。親父って言えって。ね。いいお父さんですか。そうですね。だから今ちょっと一瞬なんかちょっとカメラやりますよね。やっぱりなんか保安員みたいな。ニョダ保安員。保安員、池田さんのね、あの原発をあの管理しなきゃいけないのにね、あの言論操作して、あの桜を入れてですね、桜島大根みたいな、プルサーマルはいいですって言えとかね、プルサーマル最高とか、そんなこと言うんだったら、スクールブロック最高って言えみたいな。サブリミナルでスクローブロックに行きたくなる放送をなんか今度作ってよ、松丸君。本当ね。うん。じゃあ次回ね。ピッピッって聞こえる。体に悪いみたいな。スクローブロック来て行かないと死ぬみたいな。次回ちょっとやってみましょうかね。スクローブロック行くといい女いっぱいいるぜみたいな。次回ね。一瞬ね、0.0 コンマ1秒ぐらいに。コンマ1秒ぐらいに。やりましょうね。やりましょうか。素晴らしい、期待しましょう。じゃあもう早速次なんか9月ぐらいにやりましょうか。いや、9月ちょっと無理です。そうですね、やっぱりこう希望を持っていきたいなという曲をやりましょう。シャーニーサWe're
先生に曲を作っていただいたという悲しくも美しい過去を持っておりまして、私はヒット曲がないんですけれども、ソウルショー、ね、に行くとですね、ウィルソンピケットを見に行くとですね、ワンサウザンドダンスとか言って、ミッドナイトアワームスタングセリーとか言って、知ってる？君知ってる？そういうの知らない、知ってるんだけどね。あ、俺、うんでヒット曲連呼するというセッションでやるんですけれども、知ってます、ね、やっぱ知ってるのがマニアなんです、ね、ブラックミュージックオタクみたいな、ね、えらい、ね、そういう人と結婚すると幸せになりますから、はい、もう知ってます、かなり幸せですよね、ね、まあ、溢れてますね、幸せはね、ね、あ、よかったよかった、え幸せ垂れ流し、幸せメルトダウン、メルトダウン、素晴らしい、ね、なんかチューニング合ってないんだよ、あの本がなんかピッチ甘くね、
次はですね、山本くんも良かったけどね、なんだ、こうAかじゃない高尾です、こうじゃないんですよ、皆さん間違えていけません、高尾さんですよね僕もあと明日なんかアナサドジャーナルでね、あのラジオ聞く会っていうのがあるんでね、2人も来てくださいね、出れば来年ラジオにも出る、ラジオマニアですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。キャンギャルすいません、何もなくて、キャンギャルにならないと